ちは、トヨタビスのシェイフダブルステップステイシライフへようこそ。志村さん、こんにちは。こんにちは。加藤歩美さん、こんにちは。こんにちは。そう、志村さん、ちょっとね、今日は特別のエピソードでしょうね。はい、そうです。はい、今日は久しぶりにハービスエントの方に、来たんですけれども、はい、でも、エントで聞いたからそれが特別じゃないでしょ。はい、あの加藤さんは特別です。カリナリの大阪港、はい、あのカフェ総合本館の加藤歩美さんにお越しいただきました。はい、よろしくお願いします。どうして加藤さんが今日はあの一緒にいます。はい、あの東洋ベバレッジの企業課題ということで、はい、キャリナリー様と、学校の課題でですね、はい、スペシャルドリンクの開発という形で皆さんあの競っていただいたんですが、はい、あの優勝作品に選ばれました加藤さんに、今日はお越しいただいて一緒にその優勝したドリンクを、皆様にご紹介したいと思います。はい、これはあの去年もやってましたけど、はい、まあ、あの加藤さん去年はあの、まあ、優勝してないからでもあのこれはあの2回目ですね。そうですね。はいはい、じゃ あの加藤さん、あの今日のドリンクは何というドリンクですか。はい、今日のとドリンクは、はい、とハーブ畑の贅沢ミルク杏仁というドリンクです。はい、あのコンセプトはどういうふうにあの考えたの、あの、はい、どのコンセプトですか。あ、はい、お一人の女性でも、はい、あのハーブ畑にいるような温かな気持ちになっていただけるような、はい、でそして飲む杏仁豆腐を作りたかったので、はい、そんなドリンクを考えました。はい、わかりました。もう楽しみがまああのなんというあのコンペティションの時でもうちょっと失敗しましたけど、はい、でも店舗で今日はあの私初めてが飲んでみますから、はい、あのだからこのあの後であのちょっと2人であの、はい、みんなにあの作り方を紹介します。はい、じゃよろしくお願いします。はい、それでは材料の説明をいたします。とトラーニのアーモンドシロップが16ミリ、トラーニのレモンシロップが4ミリ、トラーニのラズベリーシロップが4ミリ、デビットリオトータスグリーンティーチャイが15グラム、ミルクアイスクリームが35グラム、牛乳50ミリグラム、生クリーム50ミリグラム、氷が160グラム、ローズヒップ&ハイビスカスティーが2グラム、グラニュー糖10グラム、ゼラチン 1.5グラム、ホイップクリーム10グラム、タピオカ5グラム、とクコの実が3粒、チュイール1枚とミントが1枚です。はい、では早速加藤さんと一緒に作り方を説明していきます。まずドリンクを製作する前の仕込みの段階からご説明します。よろしくお願いします。はい、とまず最初にこのシロップを作るのですが、とトラーニのレモンシロップとトラーニレモンラズベリーシロップレモンシロップ、そしてハイビスカス&ローズヒップティー、そしてグラニュー糖を、はい、あのシロップ状になるまで煮詰めます。でそれがこちらです。でそのシロップにゼラチンを加えてジュレにしたものがこちらです。はい、でタピオカを茹でて戻しておきまして、はい、でそしてこのシロップにつけたのがこちらです。はい、でこの3つを仕込んでおきます。はい、わかりました。ではまず、最初にドリンクのベース部分を作っていきます。お願いします。はい、と牛乳、そして生クリーム、デビットリオトータスグリーンティーチャイとミルクアイスクリーム、トラーニのアーモンドシロップを加えてと杏仁味のスムージーを作っていきます。はい、あと氷を入れてこちら滑らかになるのでブレンダーで攪拌していきます。スムージーが出来上がりましたので、グラスに盛り付けていきます。はい、まず先ほど仕込んだタピオカの半量をこのグラスに移します。それはシロップごと入れていいんですか。はい、でそして、はい、ありがとうございます。すいません。グラスにスムージーを注いでいきます。
します。で、その上からと先ほどのシロップをと3ミリほど加えまして軽くステアします。これは混ぜることで色味をつけるっていう感じですかね。そうですね、はいはい、ピンクの色が、お花畑みたいな。そうですね、はい、で、そして上にジュレを敷き詰めます。そして生クリームを上に絞り、はい、残ったタピオカをとかけます。そしてクコの実、チュイルですね。チュイルと、あ、すいません、ミントを乗せて完成です。はい、すごい綺麗なドリンクが仕上がりました。この後試食に移りたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。加藤さん、今日はありがとうございます。ありがとうございました。すごい素敵なドリンク、うん、ありがとうございます。でもやっぱりちょっと手間かかるでしょうね。そうですね、仕込みとかにちょっと時間がかかりますね、うん、紅茶を出したりジュレを作ったり、うん、手間かかるから価値があるでしょ。はい。ありがとうございます。じゃあちょっと味が見てみますから。はい、すごく美味しいね。その甘さとハーブのバランスがすごい。あとね、これタピオカでしょ。タピオカ、はい、それも積んでる、なんていうのテクスチャーがすごい、はい、楽しみですね。ありがとうございます。そう、これから卒業は今月でしょうね。はい、そうです。はい、この後はさっき言われたどこでハイアットリージェンシーに、はい、ハイアットリージェンシーの厨房で働かせていただきます。まあ、それを頑張って、はい、なんとかそっちもちょっと面白いものが成功してください。はい、頑張ります。今回が本当にありがとうございます。ありがとうございました。それは今回のテイストライフです。